ゆうやもなかなか心を開いてくれなくてね。ある日突然爆発することが何度かあった。当時は僕も青技ばかり作って今でもたまにありますよ。ゆうやは気持ちを伝えるのが苦手なんだ。でも当時と比べたら今は落ち着いたし、すごく明るくなった。十分頑張ってきたよ。はい。将来の話とか気が早かったですかね。いやいや、桃地先生は1年目なんだから気張らずやろうよ。はあ。桃地先生の言うことも一理あるよ。児童養護施設としては家庭復帰が目標ではあるけど、進路を考える上ではどこで暮らすのが最善なのか悩むよな。はい。学園にいる間は僕たちが伴走してやれるけど、家に戻ったらそういうわけにもいかなくなる。親が支えてくれる家庭ばかりじゃないから。高校すら行かせてもらえない子供もいると聞きました。本音を言えば施設にいてくれた方が僕たちも安心なんだけど、国は今3年をめどに家庭復帰させる方針だから。僕は入職するまで施設に入った子はずっと施設で育つもんだと思ってました。もちろん長くいる子もいるけど、可能な限り家庭復帰が基本だ。ゆうやも4年目だし、いつそんな話が出てもおかしくない。そのことは頭に入れて本人と向き合わないとな。そうですね。数日後。よし。モッチー。ん？ゲームソフト貸して。マニオレース。お前マニオレース好きだな。1時間だけだぞ。分かってるって。うん、取ってくるからちょっと待ってて。お待たせ。あれ、ゆうや？どこ行った？ああ、どうした？ゆうや、もういい、来るな。自分から言っておいてなんだよ急に。どうした？あ、いや、ゆうやが急に、ゆうや、部屋で話を聞くよ。